イエイポリンです。今日はホワイトソースを作ってハンバーグを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。バターと同じ量の今回は強力粉を使いました。そしてもたーっとしてきたらここに10倍の量の牛乳と生クリームを入れます。ということは例えば 10g のバター、10g の薄力粉だったら 100g の牛乳を混ぜるということになります。今回は半量だったので50-50みたいな感じで生クリームと濃厚に仕上げてみました。でね、こうやってね、静かに静かにぐる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 やってるとね、次第にとろみがついてくるので、こんな感じでやっていきたいと思います。で、下味として軽めに塩とコンソメを足しています。今回は生放送中になんか作ってよ、あ、じゃあハンバーグにしよっか、スキレット鍋買ったしっていうことで思いついて作ることにしました。じゃーん、こんな感じ。すっごいトロトロになったでしょ。余ったものは冷凍に保存してまた使いたいと思います。で、途中から始まった玉ねぎを炒めた鍋にハンバーグを乗っけて焼いていきたいと思います。今回はね、豆腐ハンバーグにしたよ。ヘルシーで、でも豆腐臭くもないしふわふわに仕上がるのでおすすめです。今回は水切りしないでそのまま使いました、絹豆腐。はい、で、柔らかいから割れちゃったけど、これで蓋をして火を通していきましょう。はい、で、何回かくるくるしたんですけど、焼き色がいい感じについて肉汁も透明になったのでチーズをのせていきます。で、また蓋をして、じゃーん、溶けましたね。で、ホワイトソースを敷き詰めたスキレットにハンバーグを入浴させました。で、また蓋をしてグツグツしていきたいと思います。スキレット鍋のね、使い方がよく分かってないからね、もっとこうしたらいいよっていうことあったら教えてください。で、センスがないポリンはブロッコリーを入浴させたのみです。で、ブラックペッパーを振ってこれで完成になります。もっとおしゃれなのが作れるようになりたいぜ、ということで見てくれてありがとねー。